ットボールファンの皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。今日はファン待望のフレンドリーマッチ、浦和レッズ対セレッソ大阪。本日は解説に中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。中西さん、早速ですが今日の見どころをお話しください。はい、両チームともどういう形で試合に入っていくか興味があります。画面には予想フォーメーションが出ています。さあ、前半戦がスタートしました。レッズ3バックのようですね。そうみたいですね。前方へ、左サイドへ、縦へ、つないでサントス、ゴール前入れてきた、飛び込んでくる、キーパーを止めた。いい感じでボール入ってきました。もう少しでしたね。そうですね。前半入ってまだ間もないところ、レッズこの立ち上がりいかがですか。はい、いい状態で試合を進めてますね。左サイドを使います。前に送って左へ回す、縦に送ります。主審がファウルを取りました。千葉レフリーから注意を受けています。セレッソピンチを迎えます。そのまま狙った、サントス強烈なシュート。開始から積極的な攻めを見せているのはレッズ。しかしまだ得点はありません。早く得点して有利な展開に持っていきたいんじゃないですか。さあ、森島、さあいい展開だ。これはオフサイドです。さあリプレイです。惜しいですね。裏を狙ってましたからね。しかし惜しいプレーでした。サントス大きく横へ運んでいきます。そこから田中狙ってきた、ナイスキャッチ。縦にボールが出ました。あっと打ってきた、体で止めた。ちょっと危ない感じでしたね。今の弾くのは精一杯でしょう。今日最初の大きなチャンスを迎えます。いや、最初から行ってほしいですね。素晴らしいディフェンスだ。時計は30分を過ぎています。ここからサントス、レッズボールを回します。ここは長谷部リターンして、いいワンツーですね。縦に送って、回して千葉、ワンツーパス、ワンツー、あっとオフサイド。もう一回今のシーンです。狙ってはいないと思うんですが、結果的にオフサイドでしたね。後ろにパス、右にさばいて、
そしてここは長井、前へ送る。そしてエメルソン、左に送って前に送る。シュートに行く。キーパークリア。伊藤、ここはよく耐えました。いい動きしてますね。初めてのコーナーからのセットプレー。ショートコーナー、いいボール。もう一回チャンスです。低いクロス、グランダーのクロス。ここで前半戦終了。中西さん、今のところどうご覧になりますか。レッズとしては立ち上がりでいい攻撃見せていたんで、後半も同じように攻撃のリズムに乗れれば一気にいけるんじゃないですかね。そして前半終了時のスタッツです。レッズチーム全体の動きについて中西さん、どう思われますか。同点ですから何とも言えないんですが、もう少しピッチを広く使って攻撃のバリエーションを増やしてほしいですね。なるほど、ありがとうございます。前半戦を終わりまして0対0、両チーム無得点で前半が終わっています。現在画面ではハイライトをご覧いただいています。この後も引き続き試合をお楽しみください。先に仕掛けていくのはどちらのチームでしょうか。右へ展開して左サイド、長いボール前へ。チャンスになるか。これは通らない。左サイドを使ってきた。これは流れていきます。左を使って、少し持ちすぎですね。左へ出した。このスルーパスは、これは読まれていました。左へ。後半の15分に差し掛かりました。あっと上です。ファールがありました。この位置から蹴るのはサントス。伊藤、いい判断を見せました。ここまでの戦いぶり、中西さん、いかがでしょうか。非常に緊迫した展開で目の離せない試合になってますね。フォワード、エメルソン。左にさばいて、あと少しで後半30分。左に振ってきた。左に展開します。鈴木、激しいマークを見せます。繋いで大久保、抜かせません。右を使ってきた。右から攻めます。先制点のチャンス。いいクロスだ。いいディフェンスです。ヘッドでクリアします。今後半の40分が経ちました。スペースに入れる。あ、これいいとこ抜けましたね。結局0対0のままロスタイムまで来ました。レッズ、左サイドから攻めていきます。入れば勝ち。ゴール前に入れた。ファールとなりました。
の試合は両者無得点の引き分けという結果で幕を閉じました。中西さん、本日の対戦いかがでしたか。はい、お互いちょっと攻めきれなかったですね。しかしそれで実力が均衡していたということじゃないですかね。そうですね。それでは少しだけ今日の試合データを振り返ってみます。レッズ支配率は上回っていたようなんですが、中西さん、はい、中盤では問題ないんですけどね、プレッシャーの厳しい場所でより確実なプレーができるといいですね。ご覧いただきました試合は0対0、両チーム引き分けで試合を終えています。そろそろ放送時間も残り少なくなってきました。今日の解説は中西哲夫さんでした。中西さん、どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお送りいたしました。それではハイライトシーンを見ながら皆様とお別れさせていただきます。さようなら。さようなら。